例えば女系女性も含めた皇位継承のあり方についての議論がなんか止まってしまってるような気がするんですけれど、現状どうなってるんですかこれ。止まってるんですよ。止まってるんですか。もともとはですね、皇室典範特例法で、はい、天皇陛下の生前退位を実現できるように、はい、ほぼ国会の全会一致で立法府の総意としてまとめましたよね、はい、諸課題を検討するようにという政府に要請を出してるんです、決定、はいはい、でその回答が遅かったんですよ、まあ、いろんな立場からいろんな議論があるかもしれないけれども、まあ、少なくともね、皇族型の減少をどうね歯止めをかけるかっていうのは、これは一刻も早く決めなきゃいけない、ね、誰の責任なの、議長ですか、一番は議長の喉元でなかなかですね、やりにくくなっちゃってますよね、議長のあの統一教会の問題とかがもう含めていろいろちょっと独特の議長だったもんですから、はい、